サウンドジュリアです。今日もですね、SS25 の空気録音なんですが、先日からいろいろ視聴しておりましたら、低音源のこう伸びる音というかですね、そういう、まあ音源が入ると、少し低音がこう濁るというか、まあ、爆音の時だけですけれど、そういう感じがしましたので、ウーハーを外して、ちょっと原因を確かめてですね、修理しましたので、その様子と、あと、視聴用の CD ですね。あやの CD を、聞いてもらいたいと思います。空気録音します。それでは修理の方から、見てください。お願いいたします。はい。ユニットを外しまして、低周波発信機の信号をですね、アンプで増幅して、直接ユニットに、入力して、少しスイープさせてですね、どこの周波数で、共振するかを調べて、その原因を、探ってみたんですが、ボイスコイルリードがちょっと共振してましたので、ちょっと見てください。触ると止まりますね。これが微妙に、共振して低音が濁るという、そういう症状でした。共振してますね。先ほどの共振ポイントで、共振しないようにですね、リードの長さと位置を変えまして、固定しましたので、その結果を見てください。はい、先ほどの共振ポイントを、ずらして接着しました。全く共振しなくなりました。ちょっと 20Hz を入れてみましょうか。めちゃめちゃコーンが動きます。まあ音は聞こえないですね。これで100ですね。50。もう一度先ほどの、共振ポイントに戻します。いいですね。これでスピーカーに戻したいと思います。はい。ということで、直した方が音がかなり澄んで静かな感じになったと思います。これで、アヤの CD をバック音でかけて空気録音したいと思います。
はい、ということで空気録音聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この30年前ぐらいのこの B&W の、マトリックスもそうなんですが、先ほど共振のビデオにあったときに、そのボイスコイルボビンの方についている内部ダンパーの、何て言うんですかね、フレーム側の接着が一部取れたりするんで、それも確認してですね、もうはいで、再びこう、のり付けしたというか、そっちも、施しました。なんか、今聞いてる感じでは、一部共振してただけなんですけど、全体的に音が綺麗になったような、音が澄んだというんですかね、そんな気がします。整備は重要かなっていうことで、今日は以上です。